料理です。本日もよろしくお願いします。今日はですね、ハマグリの新庄、お吸い物の、いろんなお吸い物っていうのやってきたんですけど、今回は大きいハマグリが入ったんで、それをですね、そのままの形を残してやるやり方っていうのをちょっとお見せしたいと思います。はい。で、バランスとかももちろんあるんですけど、それをして、あと飾り付けとかをちょっと変える。で、いつも使ってる器よりも、今日は赤色を使ってみた。それは、気分とか物とかにもあるんですけど、その器が変わるだけでも全然違うとか、そういうところもちょっと注目してみてもらえたら嬉しいと思います。今日は大きいハマグリが入ったんで、そのハマグリをふんだんに使ったお吸い物。はい。それを細かく見せていきたいと思います。はい。では、今日も最後まで見てください。本日もよろしくお願いします。ハマグリの今日はお吸い物新庄をしようと思うんですけど、これに、ハモのすり身ですね。ハモのすり身に青さのりを足して、ハマグリを、1個開けたやつをそのまま使いたいと思います。はい、で、ハマグリを酒蒸しにしていくんですけど、ちょっとね、これかつおだしですね。少しかつおだし入れたところに酒を入れてしまいます。で、はい、火をつけたいと思います。酒だけでやってもいいんですけど、少しだしをくぐらしたハマグリにしたいと思ってるんでします。で、あとは貝が開くまで待ちましょう。で、開いた身をそのまま使いたいんで、それとあとこのだしですね。貝からすごいエキスが出るので、そのだしも使ってお吸い物にしたいと思ってるんで、このだしの方に酒だけじゃなくておだしを入れたっていうのになってます。はい、全部のうまみも使って、その新庄っていうのはね、そのすり身だけでも美味しいんですけど、このだしも決め手やと思ってるんで、全部を使いたいと思います。で、その間に、ここの先ほどのすり身の中に青さのりを入れて混ぜときます。こんな感じで混ぜた状態になってます。で、これにハマグリを上につけたいと思います。今回は千葉県のハマグリですね。結構ね、ここの千葉の、ハマグリ大きいんですよ。なので僕は結構使いますね。これは茶碗蒸しの具材とかにも使ったりもいけますし、今みたいなお吸い物とかに使ってもいけます。はい、こんな感じで貝が開いてくるんで、開いたら取り出してあげましょう。ずっと炊いておくと身がちっちゃくなってしまうんで、せっかくこれぐらいの大きい貝があるんで、もう大きいまま使ってしまいましょう。こんな感じで揚げていきますね。で、これも一緒ですね。で、これはね、タプタプの量を使ってもいいんですけど、もったいないんで、できるだけ少ないギリギリの量でやってしまいます。はい、で、これも開いたんで、はい、これも入れましょう。で、これがかつおだしですね。かつおの一番だしで、これね、美味しいだし出てるのは出てるんですけど、こういう感じでアクとかいろんなの出てるんですね。なのでこれをそのまま入れてしまうと、こっちの一番だしが濁ってしまうんで、せっかくのクリアなだしが濁ってしまうんで、これをこします。こした後にそこに入れたいと思います。そうするとこのうまみが全部入ってるんで、かつおだしに貝のエキスが入って、さらに美味しくなるおだしになります。こういう感じにこうしてしまって、貝の中に入ってるゴミとかそういうのも入らないようにしてあげます。で、こうやって落として、そうすると貝のエキスも全部入るんで美味しくなってるんですね。で、あとは塩とお醤油で最後味を確認してあげたらいいと思います。はい、で、この熱々なんで、この貝を取ってあげましょう。で、この貝ね、その後もう一回結んで新庄形にするんで、なのでこういう感じで取ってあげて、この水分をまず取ってあげます。よいしょ。で、これで、はい、ここまでしてあげます。はい、で、続いての作業、この取った貝をこの下にのせてあげて、先ほど練ったハモのすり身と青さのりが入った新庄ですね。この種をのせてあげます。で、これをハマグリをね、切ってあげて入れることもできるんですけど、今回はこのハマグリを使ってあげたいんで、こういう感じで絞ってあげます。茶巾にしてあげます。こんな感じでしてあげます。でこれを蒸してあげます。はい、そうするとハマグリがドーンって乗ったお吸い物完成します。でこれが今のまだ丸めた状態ですね。でこれが生の状態なんで、今から蒸していきたいと思います。はい、今蒸し上がった感じですね。こういう感じで茶巾になってハマグリがコロンと1個入ってるんで、これをお吸い物にしたいと思います。はい、では吸い物いきたいと思います。蒸し上がった吸い物ですね。ハマグリが入ってますね。でこれを開けたいと思います。でこういう感じでラップで蒸された状態なんで、これをそのまま、はい、こうやって入れたいと思います。でこういう感じでハマグリがドンといるような感じですね。でこれね、ここちょっとこう今これハマグリの出汁とかこの新庄のエキスがあるんで、この出汁がまたさらに美味しくなると思ってもらったらいいと思います。はい、でここにお吸い物の水地ですね。はい、カツオの水煮を入れます。でこれ先ほどのハマグリのだしも入ってるんで、あっさり美味しいと思います。でちょっと白髪ネギですね。はい、でちょっとほじそ、食べれるほじそですね。これをちょっとのせます。柚子を振ってあげて、ハマグリのお吸い物完成です。では開けたいと思います。今日はちょっと赤の器でしてます。はい、開けます。こんな感じですね。はい、これで先ほど言いましたが、ハモのすり身から入ってて、大きなハマグリを入ってるお吸い物になります。でかつおだしのほんまこれ今蓋開けた瞬間かつおだしのいい香り香るんですけど、さらにここに貝の今回のハマグリのエキスをそのまま使ってるんで美味しく出来上がってると思います。ぜひよかったら皆さん食べに来ていただければ、今11月からは、予約のみですけどやってるんで、よかったら来てください。はい、今ハマグリのお吸い物を見てもらったと思うんですけど、もうお吸い物はね、僕が一番自信のあるっていうか、飲んでほしいとか味わってほしい、もうキーポイントですね。はい、野球でいう3番バッターぐらいの本当に重要、後ろの4番とかにもつなげるためでもありますし、1番2番がつないでくれたのを返すとか、いろんな役割ができるお吸い物なんですね。はい、でもうだんだんやっぱり11月12月1月ってこれから寒くなってくるんで、この寒い時にこのお吸い物って僕は心まで温まるような、あーって落ち着くお吸い物だと思う、味だと思ってるんですね。で僕はこの一番最初のトップバッターで持っていくこともあるんですよね。もしくは茶碗蒸しとか、寒い時はそういうのをちょっとして温まってもらう時もありますし、逆に終盤らへんでちょっと焼き物揚げ物とかいった後に出すとか、いろんなそういう感じで出したりもします。はい、それはやっぱりコースのバランス、人のバランス、お客さんを見てとかをして変えていくっていう、そういうのになってるんで、このお吸い物はキーポイントになることは間違いないです。お吸い物なんでお酒飲まれてる人にも好まれますし、食事を楽しむ人にも好まれるっていう、すごい万能なお吸い物になってます。で特にこのお吸い物はかつおだしっていうのは一番やっぱ基本です。でそれはかつおだしの一番だしの取り方っていうのをやったことあるんで、よかったらその動画を見てもらったらいいと思うんですけど、そこから出る美味しさにやっぱりハマグリとかのうまみが加わる、こういうのって本当に絶品だと思うんで、よかったらこういう感じでやってるコース料理とかですね、今は特にコース料理のみで今営業させてもらってるんで、よかったらそういうのをこう食べに来てもらったら一回味わってもらえたら嬉しいなと思います。はい、これは食べてもちろんホッとしては美味しいんですけど、見てもこう楽しんでもらえると思うんで、今回動画にさせてもらいました。またですね、いろんな動画を上げてですね、これから発信していきで、料理もどんどん変えていきたいと思いますんで、これからもよろしくお願いします。はい、ではこれで終わりたいと思います。本日もありがとうございました。さようなら。はい、最後までご覧いただき本当にありがとうございます。もうほんまに皆さんの声援が本当に力になるんですよ。なのでチャンネル登録、高評価いただけると励みになります。本当によろしくお願いします。